けまして、明けましておめでとうございます。インスタで質問募集したので答えていきたいと思います。はい、よっ。じゃあ答えていきます。1つ目、好きな人とか気になる人いますか？いません。いません。はい。彼女いますか？いません。いません。二人の共通点は何ですか？二人の共通点、共通点なんだろう、なんだと思う？兄弟。はい、兄弟。兄弟です。お互いの好きなところ。お互いの言われてると、あー、なんだろうな。努力家なところだと思います。いや、話しやすいとこです。どんな女の子がタイプですか？落ち着いて気に使える人です。僕は優しい人です。好きな女優さん教えて。好きな女優さん、渡辺直美って女優？カロンちゃん。女優？お笑い芸人ない、まあいいんじゃない。女優じゃないかもしれないけどね。渡辺直美さんが好きです。長野芽さんが好きです。得意な教科？体育です。僕も体育と数学英語です。最近喧嘩した内容は？喧嘩しません。してないです。身長何センチですか？170ないぐらいです。二人とも。尊敬してる人？尊敬する人、お父さんとお母さんです。はい、同じです。兄弟の中で付き合うなら誰ですか？付き合うなら、僕はユアンちゃんかナユンです。カノンちゃんかハルちゃんです。ハルね。告白された回数は？わかりません。僕もわかりません。はい、正直女子で誰が一番仲いいですか？みんな仲いいけどね。みんな仲いい。ナユンかな。うーん、よく話すのは。ミヨンとか。逆に苦手な教科は何ですか？英語です。科学系が苦手です。科学。年越しの瞬間何してましたか？リン君と一緒にジャンプしました。同じです。ゲームしてました。ゲームしながら、友達と電話しながらリオとジャンプしました。好きなスポーツありますか？サッカーとバレーが好きです。僕はバレーボールです。はい、今ハマってるアニメを教えてください。ブラッククローバーです。ブルーロックです。彼女欲しいですか？欲しいです。欲しいです。はい、僕も欲しいです。リン君かリオ君、どっちが頭いいですか？どっちもどっちです。車とか好きですか？僕はあんま興味ないです。僕は車好きです。ボブとロング、どっち派ですか？ボブです。僕はロングです。学校ではどんな感じの性格ですか？僕めっちゃ陰キャです。陽キャだろお前は。いや、友達が多いです。お互いにすごいと思うことは何ですか？あ、ゲームがうまいってこと。食べても太らないとか、なんか足が速いとか。何か言う？ちょっとお互いにないものをずるいな持ってるのあるよね。はい、僕はなんだろうな、肌が綺麗なことかな。はい、次、家族で行くならどこ行きたいですか？沖縄に行きたいです。僕は京都か沖縄に行きたいです。兄弟で一番頭いい人と悪い人は誰ですか？一番頭いい人はユアンちゃんですね。うん、ユアンちゃんだね。頭悪い人は誰だろう。意外、わかんないんだよね、意外とみんな、ね。うん、カノンちゃんかな。じゃあカノンちゃんです。カノンちゃんとはあっくん。
将来のなりたい職業は？決まってないです。僕も決まってないです。家族の盛り上げ役は誰ですか？これはあっくんとかのんちゃんです。かのんちゃんですね。暇な時何してますか？映画見てます。僕は漫画読んだりゲームしたりしてます。二人が今一番ハマってること何ですか？また漫画集めるのに少しずつハマってます。面白いアニメを探すことです。 50m 何秒ですか？ 7.5 です。僕6秒後半ぐらいです。毎年恒例の行事教えてください。ハロウィンパーティー、クリスマスパーティー。ああ、確かにね。なんだ、お正月パーティーお正月パーティーは分からんけど。2023年は何頑張りたいですか？部活と勉強頑張りたいです。僕は勉強とバイトでもバイトしてみたいですね。バイト。おすすめの映画とかドラマを教えてください。すずめの戸締まり面白かったです。ドラマはあの病院系のやつ、コードブルーとかそういうのが面白いです。ハマってる YouTuber 教えてください。僕は、寿司ラーメンリクさんを最近見てます。夢でチーキーさん見てます。初恋はいつですか？小学2年生です。僕は小学1年生です。好きな色は？青色です。赤が好きです。異性と同性の好きな服装の系統は？大人っぽい服装が好きです。ドリーと嫌な服が好きです。はい。遠距離は付き合えますか？はい。ありがとうございます。無理なの？今年2人でしたいことは何ですか？よいしょ。なんか YouTube の企画してみたいですね。解説します。何なんだよはい。無人島に誰か1人だけ連れて行けるとしたら誰を連れて行きますか？誰でもいいのかな。これはこれは家族だけじゃなくってこと。吉田沙保里だ。吉田沙保里吉田沙保里さん連れてきます。多分好きな人と距離を縮めるにはどうしたらいいですか？相手の好きなものを理解して話してあげたらいいかなと思います。はい。料理とかしますか？たまにします。親が帰ってくるときか遅いときとかは料理します。兄弟が多くて良かったところはどこですか？賑やかなとこです。確かに、うん、賑やかなところです。もし女子になったとして家族の中で彼氏にするなら誰ですか？あっくんかりたかな。りたね。あっくんかりたです。好きバレしたけどどうすればいい？いつも通り。あ、確かに。いつも通りに。そうだね。変に意識しない方がいいと思います。はい。海外旅行するならどこの国？オーストラリアに行きたいです。あ、韓国行きたいです。僕はイタリアか、あ、イタリアだっけ？どっちだっけ？オシャレなのってイタリアとフランス、まあ、どっちでもいいか。あとラスベガスに行ってみたいです。今一番会いたい人は？一番会いたい人、ヒカキンさんか、寿司ラーメンリクさんか、はじめ社長さんかに会ってみたいです。会ってみたいです。好きな曲は何ですか？ K-POP をよく聴きます。忘れました。はい、忘れました。曲です。2人の視力はいくつですか？僕は結構めちゃくちゃ悪いです。 CC です。なくても見えるけどある方がそれは見えますわ。はい、何でも見えます。だね、キモ。今年挑戦したいこと、僕は体を動かすことに挑戦してみたいです。アスレチックとかパルクールとか。いけます。はい。去年の一番高かったお買い物は何ですか？買い物、去年、ああ確かに、ヘッドホンです。AirPods Max か、僕はあとプレイステーション5とかかな。あとテレビとかです。モニターね。モニターです。はい。好きな食べ物は何ですか？これ答えてなかったかもしれない。オムライスです。僕はいっぱいあります。牛丼とか牛タンとか
チーズとかピザとか、はい、が好きです。最後、好きなところ、ママの好きなところ第1位は何ですか？第1位、ママの好きなところ、まあ、優しい、とにかく優しいところですかね。はい、何でも応援してくれることです。はい、ってことで以上で質問コーナーは終わりにします。以上です。はい、チャンネル登録、高評価、グッドボタンお願いします。最後まで見てくれてありがとうございます。また見てね。また見てね。